こちらはビフォアの状態で、肩で跳ねる外跳ねのボブの長さになっております。インナーカラーをしております。バッサリカットしていきたいと思います。かなりの量カットさせていただきました。かなりのイメチェンですね。カットしてブリーチを2回して、それから中間処理としてモモンガのペールイエローの色味が下地になります。それによって柔らかい色が表現できます。質感も上がりますのでおすすめです。こちらがアフターになります。ガラッとイメージチェンジできたんではないかなと思います。バッサリボーイッシュにカットして、かなりイメージが変わったんではないかなと思います。モモンガをベースに入れることによって柔らかい質感の色が表現できます。